皆さん少々お待ちください。今すぐ始めるから、ちょっと待っててね。今から始めますので、少しね、お茶でも飲みながら少々お待ちください。はい、ということで、お待ちかねの FF14 講座始めていきたいと思います。花咲みやびです。ですね、まあ最近ですね、こう、まあ僕はまあやっぱり初配信ぐらいからファイナルファンタジー14なるものを、まあ、配信でもやっていたりとかねするんですけど、まあ最近になってそのホロライブのね、お姉さん方たちも、FF14 やり始めて、まあ、ちょっとこう、気になっている方向けにね、ちょっと FF14 って何なんだろう、ちょっとやってみたいけど、でも、なんだろうな、その14って結構前から やっぱあるし、今から始めたら、絶対追いつけないんだろうな、みたいな、そういう人たちは絶対にいると思うんですよ。あ、ちょっと待ってくださいね。始めたんですけど、ライブの、始まったツイートしてない。で、ちょっとそれだけさせてくださいね。うん。まあ、そういう人の方たちに向けて、まあ、今からでもね、14は遅くないぞという感じで、まあ、話していけたらなと思っております。始まりました。まあ、そして、来たるべき、まあ、2年前くらいかな、僕一回やったことがあるんですよ。この、初めてでも大丈夫。これ FF14 の案件ではね、ないです。僕が勝手にやっているものなので、別に案件だから、なんかその、なんて言うんだろう、言葉を選んでるとか、そういうわけではないです。僕が勝手にやってます。はい、なんで皆さんもね、自由にしててください。僕がもう今は自分の FF14 の愛を伝えてるだけなので。そしてなんとファイナルファンタジー14はですね、12月の
3日にアーリーアクセスがあって、そっから4、5、6、7、12月の7日合ってる？いや、間違ってたらごめん。なんか、マジで変なこと言わないようにしないといけない。あれなんっけ、12月7日だよね、多分ね。火曜日だから、12月9だっけ？ 12 月の7日。合ってるよね？合ってます。12月の7日にですね、行月のフィナーレという、拡張パッケージが出るんですよ。12月の7日。本当は、昨日か一昨日の12月のね、19日にアーリーアクセスなるものが始まるんですけど、伸びちゃったんですよね、2週間。それで、2週間後の12月の7日に、行月のフィナーレという拡張パッケージが出ます。これで、なんと FF14 は拡張パッケージ、漆黒の、蒼天の石ガルドがあり、そしてグレンのリベレーターがあり、で漆黒のヴィランズがあり、4つ目ですね。もう発売から8年経ちますけれど、なんとね、その FF14 は4つ目の拡張パッケージを12月の7日にね発売します。はい。なので全然もう今から、むしろ今から始めるべきという感じではありますね。まあ今から始めて、12月のね7日に間に合うかどうかはちょっとわからないんだけど、でもね、それでも正直、お金さえあれば正直間に合うんですよ。すごくないですか、これって。 MMO とかってさ、すごい長い、8年もやってるわけだから、その8年分のねストーリーがあるんだよ。だから絶対に間に合わないんだろうなって思うかもしれないんだけど、 FF14 っていうのは間に合うんですよ。そう。で、なぜなのか、まあそれにはね、まあお金がちょっと必要なんですけれど、一応なんですけど、僕はちょっとあまり、まあおすすめはできないというか、そのまあなんて言うんだろう、サブジョブをね、進めてる人向けではあるんだけど、ストーリーを飛ばすことができるですね。ファイナルファンタジー14って。例えば、今のその、新生エオルゼアって呼ばれている FF14 のメインのお話と、あとは漆黒のヴィランズの1個前まで、本当に最新なものは飛ばせないんだけど、漆黒のヴィランズまでをね、飛ばすことができるアイテムがあるんですよね。で、そのアイテムを使うと、漆黒のヴィランズっていう結構最新のストーリーまでお話を飛ばすことができます。ただそれをやってしまうと、その漆黒のねヴィランズがすごいいいお話なんですよ。なんでそのねお話がねわからなくなっちゃう。そうだからやっぱりさ、こうシーズン4から見てもさ、ドラマはわからないじゃないですか。シーズン4から見てもドラマはね、あー、このキャラはあのキャラなーっていう理解はできないので、僕はマジでおすすめはしません。はい。なんで、まあ僕今すごい始めた人にね、そういう飛ばす話をしてるんですけど、マジでおすすめはしないので、本当にやめた方がいいと思います。最初は絶対にストーリーを楽しむべき。そう思うと2週間だとちょっと間に合わないかもしれないんだけど、でもそのなんて言うんだろう、間に合わなくても新しいものは経験できるんだよね。行月のフィナーレをの、例えばそのジョブとかそういうのは経験できるので、そうそう。でも言うてですけど、最近はすごいやりやすくなってるので、どれぐらいでクリアできるんだろうな。メイン、最初からメインでやったとしても、でも多分僕だったら1ヶ月あれば追いつくと思う。でもそれぐらい、本当に8年分はあるけれど、今って結構サクサクにストーリー進められてて、そのまあ1日5、6時間だよ、僕の考えるあれでね。そう、1日5、6時間ぐらいこうストーリーを追ってれば、そう、
まあ、普通の人だって、まあ、あのちょっと間を持っても、うん、1ヶ月はいけるっていう。だから結構そのメインだけ やるっていうことを絞ればいける。あと1日5、6時間でびっくりしてる人もいると思うんですけど、 FF14 やってる人で1日5、6時間っていうのはね、割と普通なんだよね普通だよね、1日5、6時間ってね。そう、最近だとね、あの坂口さんっていう FF の生みの親と呼ばれているね、あの人が14にハマってる人もいると思うんですけど、そう、なんと1日5、6時間っていうのは割と普通です。だってさ、帰ってくるじゃん、お家に。例えばまあ夜勤の人、夜勤というかまあ普通にお仕事しててさ、まあ8時ぐらいに帰ってくるじゃん、お仕事終わって。よし、じゃあ FF インしよっかってなってさ、9時からまあ1時ぐらいまで、1時とかねまでやったとしても 4、5 時間やってるわけだから。そうそうそう、まあそれでも全然できますからね。そう、9時からまあ1時ぐらいまで FF やったとして4時間だから、まあ学生さんとかだとね、もっと前から帰ってきたとして、あと お昼休みというか、その休みの時とかはね、よし、じゃあ朝から FF しようかなと思って、8時から、朝8時から FF して、気づいたらもう深夜の12時でしたみたいなやべみたいな、もうこんな時間やんけっていうのが結構あったりするっていうのと、あとはその14って割とそのなんて言うんだろう、配信見ながらねできるっていうのがすごい良くて、例えば ID っていうそのダンジョンですね、ダンジョン回ったりとか、あとはギャザラーっていうそのアイテムを集める職業があるんですけど、で木をね、木を切ったりとか、あの魚釣ったりとかしてる間に、あ、アルさんの配信やってるやんけみたいな、推しの配信があるからちょっとやり釣りしながら見ようとか、そういうながらプレイとかもね、すんごいしやすいのよ。なんなら僕すごいからね、 FF14 やりつつ配信しつつ、配信しながら、なんだっけ、FF14 やりつつ、 FGO の周回しつつ、映画見つつ、推しの配信見てるからね、4つぐらい同時に並行してた時あったから、僕マジで死んでた時。うん、そう、初期の方の ID とかはこれからやる人はマッチングできます、一応、うん、手伝うこともできるし、うん、なので本当にその FF14 っていうのは、その14だけをあのやらないとちょっと忙しいとか、そういうのではない。まあそれもあの人にもよるけどね、やっぱりこう難しい霊式とかをそのマルチタスクできるのって結構難しいから、本当に霊式とか難しいコンテンツするときはもうその画面見てないと集中できないんだけど、それ以外のものに関してはもう本当にあのいろんなことができると思う。でやっぱりこうオンラインゲームだしお金かかるじゃないですかっていう人もいると思うんですけど、なんと今ならですね、あのフリートライアルというものが、ありまして、まあ、僕のね、下にある概要欄にフリートライアルの URL が貼ってあると思うんですけど、あれはですね、レベル50まで、今だったら60か、フリートライアルでレベル60まで、あの無料でね遊べるんですよ。そこがねとてもすごいことだと思う。レベル60ですよ、だってねえ、神聖エオルゼアのストーリーが丸々終わってしまう。なんならねえ、蒼天のイシュガルドレベルまでできちゃうっていう、いやすごいね。レベル60って結構ですよ、本当にめちゃくちゃおすすめ本当に。でそこからまあちょっと FF14 面白いなって思った方はですね、そこからまあ、あの課金してみたりとか、そう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 、そう今なら蒼天っていうその1個目の拡張パッケージのラストまでやれるっていう、すごいよねこれね。フリートライアルから始めて累計プレイ時間1万5000、すごいね、646時間になりました。だからもうずっとそのフリートライアルでもいいんだよ、レベル60で止めとけばそれはそれでもったいないんだけどね、うん、なんでフリートライアル卒業しなくても一応平気、うん、無限にできるんだよね。
なんだけどフリートライアルっていうのはその無料版でもあるからちょっと制限があるんだよね。例えばこうトレードができなかったりとか、マーケットができなかったり、そのマーケットボードでアイテムが買えなかったりとか、まあそういうなんかやっぱ制限みたいなのはあるんだよ。だからそのちゃんとこうオンラインゲームをしたいっていうんだったらもう最初から買ってもらって、あの一からレベリングをしてもらうという感じ。だからすんごいやりやすいんだよね。そうさすがに制限はあるんですよ。でそのさっきも言ったんですけど、あのお金で買えるアイテムっていうのがあって、冒険録っていうアイテムがあるんですよ。これね、冒険録、これ2つパターンがあるんですね。冒険録に2つのパターンが、まずそのストーリーを飛ばせる冒険録っていうのと、あとはレベルをね上げてくれる冒険録っていうのがあるんですね。だからこう本当になんかこう友達があの今最新のコンテンツやってて追いつきたいよっていうのは買うのもありなんですけど、僕はやっぱりその一からやってほしい。だってわからないでしょう、そのジョブスキル回しがね、急にさレベル60になってさ、そのさあじゃあ皆さん、じゃあそのレベル60の赤魔導士使ってみてくださいよって言われたら何すればいいんですかってなるから、その1からやるとまずこのスキルがもらえます、じゃあそのスキルを使ってみようかって言われて、慣れてきた時にまた新しいスキルをもらえて、じゃあ次はこのスキルを使ってくださいみたいな、でどんどんこうやっていくわけなんですけど、突然こうね x イコールマイナス20以降イコールみたいなこと言われてさ、えみたいなえみたいになるわけですよね。なんで正直これはおすすめはしないです、僕は。まあやったとしてそのサブキャラだったりとか、まあメインジョブは普通に上げて、2個目のねそのじゃあ次何のジョブ上げようかなってなった時にこう、まあでもそのジョブ早く触りたいからレベル上げちゃおっかなみたいな感じで使ったりとか、そうジャンプはね別にしてもいいんですよ、してもいいんだけど、それっていうのはなんかこうやっぱり、まあ、人にもよるのかなって思う。やっぱり時間がない人は使うと思うし、僕も結構そのサブキャラとかではよく使うんだけど、まあメインではねやっぱりちゃんと1から僕はやってほしいかなって思う。やっぱりちゃんとこうレベルを1から上げて、ちゃんとね60チャイになって60チャイなりの戦い方してほしいなっていう僕の思い。もうめちゃくちゃ冒険録おすすめはしてるわ、あのいるんですけどね今僕の配信で。なんだけど冒険録が全てではないので、まあ、これはあの本当にあの何て言うんだろう、今早く追いつきたい、そういう人のものですね。普通の人はやっぱりその普通にストーリーをやって、普通にレベリングして、普通に追いついてほしい。やったとしてもやっぱりサブキャラとかですかね。なんでこういうのはありますよぐらいのものです。ではちょっとね今からちょっとやってみよっか、ファイナルファンタジー。まあ僕はねあの隠すものはないんでいや一応隠した方がいいか、ちょっと待ってほしい。とりあえずね今からそのファイナルファンタジー14というものを、やってみようかなと思います。で1からねキャラクターを作ってみて、まあ、どんな感じでねキャラクター制作をするのかっていうものをね一回やってみようかなと思っておりますね。はいちょっとお待ちください。結構ねキャラクター制作っていうのも結構そのオンラインゲームって難しいじゃないですか、キャラクタークリエイトとか。そうなんで結構ここで沼る可能性もあるんですけど、割とキャラクタークリエイトに関してはなんて言うんだろう、そのめちゃくちゃその顔の骨格までいじれたりとかするわけではないので、まあ割とサクッと決められると思う僕、FF14 は、まあ、特にあの髪型に関してなんだけど、髪型は後でも変えられるし、まあ、変えられないところも結構あるんだけど、なんて言うんだろう、本当にその何十万通りみたいなさ、そのね
この目をまず口角からいじって、目の口角いじったら今度はこの顔のなんか横のところをなんかちょっとパラメータでいじるみたいな、そういうのではなくて、そのパターンから選ぶタイプなので、まあそんなにそのめちゃくちゃ時間かかるわけではないので安心してください。でちょっと待ってくださいね、あの画像出るかな、あこれかな、はい、みよりさんが邪魔ですね、ごめんなさい、ちっちゃくします、こんな感じです、どうも、はい、こういうね画面が出るんですけど、これあの僕のあれですね、みやさんとみやび花咲っていうサブジョブ、サブ、これが僕が今自分が使っているキャラクターなんですけど、こっちがサブですね。みやさん可愛いでしょう割とね、僕は2キャラいます、一応サブとメインでそうそうそう、見た目は同じなんですけどもね。でまずキャラクターを、ちょっと邪魔なのが結構ありますね、コメント欄が見えないですね。僕はあのミコッテっていう種族が大好きなので、もう毎回ミコッテです、毎回ミコッテです。よいしょ、あ出たな、モンキー出たな、サル許せねえな、なんだおめえ、なんかモン、なんだおめえ、 YouTube モンキーお願い、復活して、あ復活したな、トンカチモンキー出ました。じゃあ実際にね作ってみましょう、これ大丈夫かな、ここで僕作れるかな、いやいいや、これで作ってみてます、ドゥン、まあこんな風にねまずはね種族をね選ぶことになります。FF14 の種族ではですね 1,2,3,4,5,6,7,8 の種族がおります。まずこのヒューランという種族ね、ヒューランを押すとヒューランメス、まあ割とそのなんて言うんだろうな、オーソドックスというか、まあ一番その人間に近い、自分たちに近い、人に近いタイプの方たちですね。そして、まあ、エレゼン、まあこの人たちはちょっと耳が長かったりとか、あとは身長が大きかったりとか、結構お姉さんタイプ、お兄さんタイプみたいな方たちです。一応ね、他の MMO とかは種族でステータスが変わるじゃないですか。でもこの FF14 っていうのはその種族ではその本当にちょこっとしか変わらない。もうだから正直もうみんなが好きなような種族にしてほしい。もうなんかもうなんて言うんだろう、まあ多少ある、でも変わっても1とか2とかそういうレベルで本当に誤差なのよ。だから例えばこうミコッテはすごいそのデックスがね高い、 STR が高いみたいなちょっとあるかもしれないんだけど、本当にそれでも1とか2の差なんで本当に気にしなくていい。むしろもう FF14 プレイヤーは多分何も気にしてないレベルなんで、本当にこの辺は自分の好きなねものを選んでほしい。でララフェル、この子たちがおそらくジャパンでは一番多いんじゃないかと言われている種族ですこのララフェル、そうなんで、そう格闘系エルフとかでも、まあ、全然いけます。だから正直何でもいいと思う。でそのジョブチェンジもすごい簡単にできるんだよね、このゲーム。なんでもう本当にね、僕はもう全ジョブオールカンストしてますけど、割とサクッとねジョブチェンジはできます。でこのねララフェルっていう子が世界というか日本で一番多分多いと思われる種族ですね。これね、まあ可愛いですからね、ララちゃんね、ララフェルとかララカスとか、まあいろんな名前で呼ばれてはいますけどね。そうそうそう、1人いたら10人いると思えとか、あとはララフェルが1人いるとみんなそこに集まってくるとかね、なんかそういう噂が結構ありますけど、
まあ多分ララフェルだとやっぱりメスが多いんじゃないかな。多分ね、ララフェルメスはそこら辺にいっぱいいますからね。はい。そして、僕の大好きなミコってですね。ミコってオスとミコってメスですね。で、割とその見こってもね、多分人気です。あのララフェルに次いで2番目くらいというか、まあ2か3かっていうか、まあそもそもね、結構最初の方は見こっての方が多かったレベルですからね。本当に初期の方は僕は見こってがすごい大好きで、もう8年くらい前からずっと見こって使ってますけど、僕はやっぱりね見こって派ですね。で、見こってはね、あのオスもいます。オスの見こって、でオスのミコっては割とイケメンタイプですね。あのヒューランも結構イケメンタイプなんですけど、ミコってはちょっと何て言うんだろうな、若系タイプというか、何て言うんだろうな、おじ系ミコってもいけるんだけど、まあなんかこうちょっとはっちゃけてるような、いやでもね、ここも全部ねあれなんだよね、あのキャラのねクリエイト力に変わるのよ。優しい系ミコってもいければ、やんちゃみこってもいけるし、なんならおじさん系のみこってもいけちゃうっていうね、結構クリエイトによって差が出るタイプかな、みこっては。うん、だいぶ印象がね変わるんですよ。で、そしてルガディンで、このルガディンっていうのがまあ、結構がっつりめですね。女の人も男の人も結構がっつりめで、特に男の人が割とがっつりタイプです。割と女の子が多い。なんだろうな、僕が一番その中の人でビビっちゃうタイプ。これのルガディン使ってて、すごい口調もすごい男っぽくて、実際会ってみたら女の子でしたみたいなのが一番ね、僕は心にくるね。マジってなる。そう、ミコっての男はいっぱいいるんよ。私、まるまるさんって、どこ住みですかみたいなのはもうめちゃくちゃいるんだけど、ルガディンで、はい、わかりました。了解しました。とか言ってる、そのすごい敬語でね、そう、明日会いましょうみたいな感じになったって、明日英語カフェで会いましょう。11時です。とか言って、すごい女の子いたら、僕はすごいびっくりしちゃうかもしれない。そうそうそう。あとは、なんかなんて言うんだろうな、安心感があるんだよね、ルガディンってね。なんかそのちょっとプレイがうまそうな感じ、クロートな感じが僕にはある、ルガディンは。なんかルガディンはね、心みんな優しいのよ。そう、みんな心優しいイメージ、ルガディンは。なんで、ルガも好きです僕は。そしてアウラ、まあこれもね、やっぱりね、日本の方多いですよね、アウラね。可愛いよね。アウラはどちらかといえば、その、ちょっとミコってとちょっと似てるようなところがあって、アウラって多分少女っぽい。ね。ちょっと若系ですね。なんかこう、儚い感じがありつつも、ちょっとこう、少女っぽいつつもみたいな。そう、日本ではね、このララフェル派とミコッテ派とアウラ派でね、さ、3つの国が出来上がっているんですよ。それぐらいね、ミコ、あのアウラはすごい人気で、やっぱ可愛い。で、男の子に関しては、あの女の子すごい身長が低いんですけど、男の子はね、めちゃくちゃ身長高いんですよ。これ多分2メートル超えてるよね。ほぼほぼ大体が2メートル超えているっていう、種族なんですよね。だから結構割とがいかつい男のタイプを作ることができる。かっこいい、すごい。そう、だから身長差がね、アウラにはあるっていうね、すごいよね。まあ、あと結構ね、そのアウラってまあ、種族なんですけど、ストーリーでね語られるんですけどね、あの男の種族はいろいろあったりとか、まあ、アウラっていろんな種族がある。話してはいけないとかね、男だけの種族があったりとか、いろんなね、なんか派閥みたいなのがあって、そこら辺のストーリーを読むのもすごい楽しい。ちなみにこのミコッテに関しては、ミコッテってもともとオスがいなかったんです。オスがいなかったっていうか、オスが実装されていなかったんですよね。そう、なぜかっていうと、ミコッテっていう種族はあのオスがね、あの生まれるとね、旅に出るんですよ、その村から。
そうなので村にね、巫女ってはね、オスがいないんですよね、あんまり。で、村から出たオスってはどうなるかっていうと、そのどっかでまたね、村を作るんだよ。それで部族の長になるの、オスっては。そうそうそう、オスってとメスってって言われてるんだけど、そう、オスっては村から生まれたら全員村から追放されんのそう、ライオンみたいな生態で、そう、追放されたオスってはね、また新しいとこに村を作って、いや、これね、オスってもね、そうなんだよ。そう、追放、まあ追放っていう、そのあのすごいあれではないんだけど、だいたいそんな感じなんだよね。で、オスって村の長になってっていう、結構ね、だからオスってもね、あんまりなかなか見かけないんだよね。そうそう。で、そのオスっても、野良のオスってもいれば、そのちゃんと長になってドンになってね、村を立ち上げるオスってもいればっていう、結構いろんなオスってがいる。独り立ちするオスってもいればね。そうそう。それに対して、まあ結構ビエラも同じなんだけど、ビエラもね、実はオスが少なくて。うん。で、次にロスガルだね。ロスガル。ロスガルは、漆黒のヴィランズで、新しく実装された、まあ、キャラクター、種族となります。まあ、ロスガルとビエラ、どっちもそうだね。まあ、この子たちは、特徴的には、その、ロスガルに関しては、メスがね、実装されていない。まあ、ロスガルのメスっていうのは、ゲーム上には、多分、いるんですよ。いるんだけど、ロスガルのメスはね、あまり出てこない。いるんだけどね。うん。で、それに対して、ビエラっていうのも、同じく、ビエラオスっていうのが、まだゲーム上にはいない。なんですけど、12月のね、7日に発売する、行月のフィナーレという拡張パッケージでは、ついに、ビエラのオスがね、実装されます。これすごい話題になりましたね。ついにビエラのオスも来るっていう、オスラは違うな、これ、アウラになっちゃうな。なんていう、ビエラオスかな。で、まあ、ビエラね、どっかで見たことがあるという方もいると思うんですけど、これは FF12 でね、出てくる人。FF12 で出てくるウサギの人がいるんだけど、まあ、そこら辺から、まあ、ちょっとコラボに近いですね。うん、12コラボに近い。そう、フランっていう、ウサギの種族が出てくるんですけど、そうそう。そこら辺の設定をね、引き継いでおります。そう、12人にもいましたね。一緒にいた人ですね、フラン。そう。で、実際ゲーム上にもね、フランというキャラクターが出てきたりとかね、割と12コラボ、すごいですよ。本当に。ラバナスといけますからね。で、まあ、今回はちょっともう37分じゃんか。もう、これ絶対時間足りないもん、これ。まあ、じゃあ今日は何作ってみようかな。ララフェル作ってみようか。あ、じゃあ、ミコってのオスとか作ってみようか。せっかくだから。はい、じゃあ、まあ、この中から、まあ、好きなね、タイプを選んだとして、ちなみにこれはですね、ゲーム上では、基本的に、その、種族をね、変えることはできません。ただ、幻想薬っていう、その、お金を利用して、その、アイテムがあるんですよね。幻想薬っていうアイテムを買うと、その、またキャラクターをね、一からクリエイトすることができます。はい。なので、ちょっとな、また種族変えたいなって思う方は、幻想薬という、まあ、アイテムをね、買ってもらうとできます。たまに幻想薬ね、10個セットでね、セールしてる時もあります。だからそういう時に、そう、課金すれば、幻想薬っていうのは手に入ります。そう。で、1個はワンチャンもらえるかな。そう。なので、たまにこう、10個セットね、セット売りしてる時があるんで、そういう時にまとめて買うと便利かもしれませんね。これは結構みんなね、割とやってることですね。なんで、まあ、そんなになんか抵抗なくても、やってもいいかな。僕はね、やったことないですけどね。もう自分の自キャラ大好きすぎて、ね、変えることはできないけど、僕の友達は、1ヶ月に1回、なんか、種族が変わっている。あれ、お前、こないだミコってだったよな。え、ビエラになったんだ。ふーん。あれ、お前ビエラだったよな。え、ヒューラになったの?みたいなね、たまにそういうやつがね、いる。1ヶ月に1回、もう幻想薬中毒みたいな感じで、もうずっとね、薬漬けですよ。まあそういう人もいるわけですね。
まあ、そこら辺はね人の自由なので、その人はほらそれが好きだからねやってるわけだから、僕たちに文句は言えません。そう、自分には自分なりのね意思があるわけですからね。そうそうそう。まあなので今回はみこって使っていきましょう。こうして、待って、これ隠れてるんじゃないのこれ、この辺に。あ、違うな、これか。 OK。 で、まあここからまた沼が深いんですけど、その種族はね、実はね2つと言いましたが、ミコッテでもね、サンシーカーとムーンキーパーっていう2つの種族がねあって、ここもまた沼なんですよ。これちなみに全部あります、あのミコッテじゃなくても。例えばララフェル、あ、ヒューランでも、ミッドランダーとハイランダーっていう2つの種族があります。これがね沼ポイント1ですね。やばいですよねこれね。ここでね結構見た目がねドンと変わる。そう、アウラとかもすごいですよね。このアウラレンとアウラゼラでねだいぶ変わったりする。 そもそもこれほら角の色が違うじゃないですか。このね、太陽の民と月の民みたいな、その光と闇みたいな、結構これによってね作り方がまた変わってくるんですよね。ちなみに僕の大好きなミコッテもあります。サンシーカーとムーンキーパーっていう、まあ、夜の民、これ瞳孔が違うんですよ。猫、あの基本ミコッテって猫みたいな感じなんだけど、サンシーカーっていうのは、まあ、サンって太陽じゃないですか。で太陽、猫ってさ、あの明るいところって猫目になるんだよね。これわかるかな。猫って明るいところだと猫目になるんだけど、暗いところって瞳孔が開いてね、あのまん丸になるのよ。それがねミコって反映されてますね。なんでムーンキーパーっていうのは夜に生きる民なので、瞳孔が開いているっていうかまん丸になってます。うん、それに対してミコってはあの朝というか昼に活動するタイプの猫なので、まあ、ちょっとこう猫っぽく、うん、なっているっていう、ちょっといろんなね感じで、だから結構これもねミコっても人によってね、あの好きなタイプが変わるんですよ。あーもうダメだ、もう時間が足りない、これ時間が足りない。あーダメだ、もう時間が足りねえや、どうしよう。エレゼンとかも結構かっこいいタイプいるからな、これな。このフォレスターとしてエレゼンも結構イケエレすごい多いからな。いやーダメだよこれは、これ沼だよ。そうだな、まあとりあえず今回ミコッテの、まあ、サンシーカー作ってみますか。サンシーカー、まあこれね肌の色変えられるんで、ムーンキーパーって今ちょっと灰色っぽいんじゃないですか。まあそれも一応肌の色変えられます、こっから。でムーンキーパーは割と肌の色に関しては多分結構白っぽい子なんですよね。でまあいろいろありますけれど、肌の色どこだろう、これか。割とこのちょっとこう、あらいいかもしれませんね。まあ、結構肌の薄い、ちょっと虚弱っぽいイケメンがね、そう、今日配信中に絶暗記クリアすると聞いて、さすがに今日クリアは無理やろ、影山支援。どうも。影山支援もね、実はファイナルファンタジー14を一緒にやっていて、まだねあの一緒にファイナルファンタジー14を遊んだことはないんですけど、そう、時たま一緒になると大体 FF14 の話と FGO の話しかしていない果汁組です。今度シェイプ一緒にやろうな、一緒にな、キャラ一緒に作ってくれな、ちゃんとレベル80まで一緒に上げて、一緒になんかコンテンツやろうな、配信でな、約束だぞ。はい、まあ、ちょっとミコってこっちに変えよう。サンシーカーにしよう。サンシーカーな、これ結構むずいよね、派閥があるサンシーカー。これね、サンシーカーはここにねあれがあるんだよね、このなんていうんだろう、紋章的なやつね。
あるわ、ごめん。なんだっけな、なんかあるのとないのがあるんだよな。ミコッテだったかな。まあ、とりあえずムーンキーパーで作ってみようか。じゃあまあ173センチ、173センチかな。割とミコって押す結構ちっちゃいんだよね。173センチしか一番高くてできないっていう。で、一番ちっちゃくて159センチっていう。割と、なんかちょっとこう日本人っぽいというか。ねえ。まあだから結構その、美少年とか美青年作りたい人は、まあミコっておすすめですね。で、肌の色に関してはまあこう作って。で、尻尾もね、これいろんな尻尾があります。これ8種類しかないんですけど、僕はこのふわふわな尻尾が好きです。で、あとはこれ尻尾の長さ。これね。長くしたり短くしたりできます。まあ、長くしましょうか。せっかくなんでね。で、髪型。まあ、これはね、後から変えるんで、まあ、別に、今ね、これやばいな。これやばいな。まあ、結構髪型はね、アップデートとかに、アップデートによって増えます髪型は。昔は全然少なかったんですけど、今はめちゃくちゃあると思う。そうで、髪型って、まあ、どこでゲットするかっていうと、そのね、結構これもね、沼い話で、例えばダンジョンのボスを倒した時に低確率で出たりとか、まあ、そういうのが結構多いです。なので、こう、例えばリアルマネーでね、髪型を買うっていうのは結構難しい。逆に。だからこれは、そう、ダンジョンとか、そう、ガチャみたいなのは一切ない。このファイナルファンタジー14。マジでガチャはない。なので、本当に頑張れば、頑張った人が買えるっていう。ただ、まあ、例えばね、自分は、まあ、そのファイナルファンタジーをエンジョイしている。だからそういうガチコンテンツはできないんですよっていう人も安心してください。この髪型っていうのはマーケットで売れるんですよ。ないから。だからこうガチ勢がダンジョンで取ってくるじゃないですか。髪型を。で、その髪型をマーケットに売るんですよ。まあ、そのギルでね。リアルマネーじゃなくてギルで売るんですよ。そうすると、そのエンジョイ勢はマーケットでね、髪型を変えるわけですよ。お金があれば、ギルがあれば。そう、ゲーム内のお金で髪型を変えることができる。まあ、あとは結構その僕は割とそのガチガチって言ったんですけど、まあ、ちゃんとゲームをやってれば挑戦できる感じになっているので、そのガチ勢じゃなくても割と挑戦できる。例えば、そのこないだ僕、24人レイド行ったじゃないですか。で、24人レイドで最後に倒した時に何個かアイテムが出たんですけど、それにね、ロット勝ちっていう感じでみんなでダイスを振るんですね。その1から99までのダイスを。で、一番数字が高い人がもらえるっていう仕組みで、その髪型がもらえたりする。そうだから、ガチ勢でもロット運っていう、そのね、ダイス運がなかったらもらえないし、なんか突然、まあ、僕は別にいらないけどねって思ってこうダイス振ってみたら、そのね、99出て、あ、ゲットしちゃったみたいな。そうそう、あ、でも僕この髪型持ってるからな、負けで売ろうかなみたいな。結構最近いい値段するしなって、結構金策にも使えたりするんですよね、髪型が。なので結構ね、その金策にも使えるし、まあ、欲しかったらマーケットでも買えるし、そう、いらないならパスしてくれっていうのは、それはそう持ってない人もね、やっぱ欲しいからさ。でもそれで売れるのがね、やっぱりいいよね。そうそうそう。まあ基本的な FF はそのダイス運が結構重要かな。そのロット勝ちするためには、そのやっぱり高い数字出さないといけないから、そこら辺は割とやっぱ運が絡むね。あとはそのモンスター倒した時に何十パーセントの確率で、まあ、そのドロップしたりとかも結構あるはあるんだけど、でもその分、なんて言うんだろう、そのガチャっていうものはほとんどないかな。まあ、ありはあるんだけど、そのリアルマネーを使ったガチャっていうのは FF14 はね、一切ないんですよね。
そう、例えばそのゲームのコンテンツでそのボックスをねいっぱい集めて、そのボックスでね、そのボックスの中身からガチャをするっていうのはあるんですけど、こうね、やっぱりこうリアル500円入れてやるっていうのはない。なんでそういうところで、なんて言うんだろう、そのなんだよな、そのリアルマネーを使ってしないとゲットできない服とかそういうのはねあんまりないですね。だから結構良心的ですよ FF14 は。うん、まあ一応そのリアルマネーで買えるアイテムっていうのもやっぱある、ありはあるんですけどね。まあそれはねやっぱ欲しい人が買えばいいだけなんで、そうそうそう、だからガチャだから絶対手に入らないっていうのはないです。うん、なんで基本的に FF14 っていうのは割と多分みんな定額ね1500円とか2400円払って終わってる人はね めちゃくちゃいると思う。僕もだってほとんどそれに近いもん。まあ、たまにねマウントが欲しいとか、乗り物ね、乗り物が欲しいとか、あとはその新しく出たそのキャラクターの服とかねは課金ではあるんだけど、そういう服が欲しい時はその課金服を使うとかね、幻想薬欲しいから幻想薬買うとか、それぐらいですね本当に。うん、だから結構良心的。まあ、ここからねちょっと始めないとちょっと終わらないんで、ちょっと髪型をこうね、メッシもできるわけですよ。皆さんの大好きな影山シエン作ってみようか。影山シエソ作ろう。あ、いいですね、ちょっと影山シエソっぽくなってきた。でここが結構ね難しいポイントなんですけど、顔のタイプね、顔のタイプが割と難しくて、このねおじさんタイプからなんだろう、このちょっとこうなよってしてるようなまあでもこれシエピ作るんだったらこなんかやっぱちょっとキリッとさせたいからこんな感じなんかな。これね悩ましいよねこれね。僕は割とこれ好きなんだよな、この優しい感じの子好き。割と2が美形です、おすすめ。あ、いいですね。あ、結構なんかキリッとしたような感じのね。で瞳の大きさとか選べて、あ、これ影山シエソじゃんこれ。あ、いいですね。僕結構ミコってのオスはあんま作ったことないから。鼻の形でそのね、こういうのも他の MMO だとなんかゲージみたいのが出てきてさ、ね、ちょっとこうちょっとでもバランス崩すとなんかすんげえ見た目にできるとかあるんですけど、これは基本的にタイプ1からタイプ5までがかな、タイプ6とかまでしか選べないので、割と結構サクッと決められるっていうのもいいところですよね。ほいと口の形、うーん、ちょっと細いのがいいな。唇か、唇むずいよねこれね。ちょっと茶色っぽい、ちょっと茶色っぽい感じで、こう眉毛をねちょっとこう濃くしたりとか、あとはまあこう切り傷をつけたりとかもできますと。まあやりたくないならやらなくても、ね、いいと思うし、こういう感じでね。でフェイスペイントとかねできるわけです、こうやって。まあ、これも僕はあんまつけない派ですね。で声のタイプね、割と日本系の声はこの1とこの2とこの1と2と3かな。4以降だとちょっとこう海外系の声になる感じ。このね、いいよな、ちょっとこう岡本さんっぽい。これにしようか。シエピだったらこっちかな。いいな、ちょっと元気感あっていいわ。もうちょっとこの肌の色白っぽくしようかな。あー、美形ですね、いい感じになってきましたよ。猫裸にすることもできると裸にすることもできるってことですね。いいですね。
あ、いいじゃないですか。いや、ちょっと白すぎる、白すぎるか。ちょっと白すぎるな。かっこいいね。身長173だもんね。元気でよろしい。あ、いいじゃん。いいじゃん。瞳の色もうちょっと濃くしたいね。止まって。止まって。見えんから。見えんから。踊らないで。踊らないで。ちょっと見えんから。ここな。オッドアイにもすることができる。これかな。オッドアイは大丈夫です。元気良すぎ。こうね、できましたと。いいえ。はい、これ、誕生日ですね。で、このゲーム、一応誕生日を設定できるんですけど、そこまで重要じゃないです。別に誕生日の日だからって、ね、プレイヤーで誕生日おめでとうとか、ね、言われることはね、一切ないです。なんでもう、ここはもう本当に好きなものにしてください。本当に好きなとこでいいです。まあ、なんで、僕の誕生日にしましょうか。で、これね、ちょっとね、難しいんだけど、自分の誕生日3月3日なんですけど、こう、3月3日って2つあるんですよね。この、星と霊っていうのがあって、この辺がちょっと、厳しいので、このカッコのところが本当の誕生日なので、ここですね。星の2月。まあ、この辺はね、正直、あまり気にしなくていいと思う。本当に好きな日にちにしちゃった方がいいと思う。マジで何もない。うん。で、これ。このキャラクターの守護神っていうのも、マジで何もない。キャラクターの守護神もなじで何もないから、本当になんかこう見て、あ、これ良さそうだから、赤が好きだからこれとか、なんかもう適当に決めちゃっていいと思います。ここは本当に何もない。まあ、言うって言うなら、その、エターナルバンドっていう、その、ね、まあちょっと言い方がむずいんだけど、欲に言う、まあ、結婚式、まあ、結婚式ではないんですよ、エターナルバンドになるものは。でも簡単に言うと、すごい大きく言っちゃうと、まあ、結婚式っていうやつなんですけど、そう、俗に言うね、そうそう、まあ、そこで表示されるだけです。うん、あなたはリムレーンの、そう、エタバンって言うんですけど、あなたはリムレーンのカゴがついてますよ、つって、そこにね、ポンって出るだけなんで、本当に水色が好きだから春オーネとか、まあそういう赤が好きだからナルザルとか、そういうのでね、決めちゃってください。あとはまあこういうね、説明文とか読んで、あ、すごい良さそうだなって思ったら、使うっていう。まあちなみに僕は DPS なんで、アーゼマっていうね、神様はとても大好きです。なので、アーゼマにします。まあ、これは結構先生術をやる、先生術師っていうジョブがあるんですけど、それをやるとね、結構ね、耳がね、アーゼマとかハルオーネとかね、よく聞くようになるので、まあ、先生術やる人はね、ぜひ、名前をね、覚えといてください。はい、そして、ここから、一番最初のね、ジョブをね、選ぶことになります。一番最初のジョブ。このね、ファイナルファンタジー14では、ジョブというものがね、あります。まあ、ジョブといえば、まあ、ファイナルファンタジーですよね。まあ、竜騎士とか、ナイトとか、白魔道士とか、黒魔道士とか、いろいろみんなの知ってるようなジョブ名があると思うんですけど、まあ、これはね、初期クラスなんですよね。なんで、なんだろう、そのナイトとかになるためには、まずこの剣術師というものを極めないといけない。まあ、初期クラスですね。まあ、なので剣術師、格闘師、武術師、槍術師、弓術師とあります。で、これも結構ちょっとみんな10時からやるさ、同時視聴なんだけどさ、ちょっと遅らせていい？マジでごめん、終わらんこれ1時間じゃ。サブクラスっていうのはね、ないです。本当にない。なので、基本的には、この剣術師をレベル30まで上げると、ナイトになれます。マジでない。サブクラスっていうのは。例えば、
この剣術師をメインにして格闘師をサブにするっていう、そういうのは一切ない。なんで本当にもう自分の好きなジョブを選んでほしい。でこのゲーム、あのロールっていうのがあるんですよ。まあ、ロールとは何かっていう話なんですが、まあ、ここ結構ねちゃんと聞いといてくださいね。あのカンペを用意します。カンペをよいしょ。はい、ファイナルファンタジーロールとは何か。まあ、ロールというのはあの FF14 3つあります。まずタンクですね、タンクロール、そしてヒーラーロール、あとは DPS ロールっていう3つのロールがあります。まあ、簡単に説明すると、タンクとはですね、まず HP が高く防御力に優れ、パーティーの要となる盾役です。敵の注意を引きつけたり仲間を守ることに長けています。基本的にはね、あの FF14 はパーティー数が4人から8人なんですよ。ライトパーティーと言われるパーティーが4人で、フルパーティーと呼ばれるパーティーが8人おられるのですが、基本的にタンクは1人から2人、4人のパーティーだとタンクは1人で、8人のパーティーだとタンクは2人になるんですね。なんで基本的にはそのメインタンク、サブタンクって言って MT、ST と呼ばれるその2つのタンクがねいます。まあ結構あのソードアートオンラインとかでねよく聞こえるスイッチってあるじゃないですか。あれも結構使ったりします、2人で。それがすごい楽しいですね。まあ、それが今だとこの剣術師のナイト、そして武術師の戦士で、あとはまだあの初期クラスで選べないんですけど、暗黒騎士とガンブレイカーがいます、今だったらね。これはあの、まあ、なんで選べないのかっていうと、あの暗黒騎士とガンブレイカーはあの新生のエオルゼアの時点ではまだなくて、あのエクストラクラスと一応ね昔は呼ばれてはいたんですよ。なのであのちょっとねストーリーとか、まあ、あとは何て言うんだろう、お話を進めないとその選べませんよっていう種族、あのクラスですね。なので何かしらのジョブが例えば30とか40、50いかないと選べないっていうジョブです。まあ、なんで基本的には最初はこの最初の初期クラス選んで、まあ、ここだったらあれかな、あのナイトか戦士かな、ナイトか戦士のどっちかを最初は選ぶことになりますね。まあ、最初はです。ただ結構これもね、あのすぐジョブチェンジできるので、もう本当にもうちょっとやめようと思ったら違うのにねすぐできるっていう、そう、初期の都市クエストではねないんですよ。なんであのイシュガルドに行ったりとか、あの違う国に行かないと暗黒とかガンブレは選べないっていう感じですね。はい、で次です。次はヒーラーです。まあ、ヒーラーっていうのは回復ですね。魔法で傷ついた味方を回復する、癒して、仲間が受けるダメージを軽減したり、状態異常の解除や蘇生も行えますということで、まあ、パーティーにはねあの欠かせないわけですよ。ヒーラーがいないとパーティーは壊滅するわけですからね。はい、でそこで一番最初に選べるヒーラーが、まあ、この幻術師っていう、まあ、白魔道士ですね。白魔ちゃんで、あとはこの破術師の学者、学者っていうのはフェアリーを召喚して、基本的にはこうバリアを張ったりとかするタイプでね、結構ヒーラーにもねピュアヒーラーとそのバリアヒーラーっていうのがいて、結構2つ分かれているんですよ。で白魔道士っていうのはピュアに分類されていて、まあ、ピュアとは何かっていうのは心が綺麗とかそういうわけではなくて、単純にあの回復力が強い、もう本当に回復だけで、その回復して HP を戻すっていうのが特化しているっていうのがピュアヒーラーで、バリアヒーラーっていうのがあの痛い攻撃が来るのをバリアで軽減するとか、そういうものですね。まあ、なので基本的にはフルパーティーでやると、あのピュアヒーラーとあとはそのバリアヒーラー11になって戦う感じなんだよね。だ基本的に8人だとタンク2人、ヒーラー2人、あと DPS4 人っていう8人で構成されて、あとは4人パーティーだとタンク1、ヒーラー1、DPS2 っていう構成になっております。
だ基本的にはタンクも MT、ST、サブタンク、M、あのメインタンクっていうのに分かれて、ヒーラーもピュアヒーラー、バリアヒーラーっていう感じに分かれると、まあパーティーのその攻略がうまくいくっていう。まあ別にピュアピュアでもいいんだけど、まあピュアピュアになるとちょっと辛い時があるかな。やばいこれバリア、バリア誰もいないみたいなめちゃくちゃ痛い攻撃が来るよ、バリアいないからねみたいな。だからできはするんだけど、まあ本当に難しいコンテンツするときはちょっと分けた方がいいかなって感じ。あと白白だとやっぱり厳しいところがあったりするからね。だからそこら辺はこう分かれますという感じです。でちなみに漆黒のヴィランズじゃなくて間違えました、行月のフィナーレでは新しくね、バリアヒーラー賢者というジョブがね新しく来ます。まあ、賢者とは何かっていう話なんだけど、僕も正直何かとはよく分かってませんまあ何かっていうと多分ファンネルを飛ばしてバリアするんだろうけど、なんかねすごいビットみたいなのを飛ばすんですよ。なんかすごいなんかピョンピョン浮いてる、そうガンダムジョブです。そうまあ今ね巷にはファンネルとか言われてるんですけど、本当にファンネルなんですよ。なんか変な玉みたいなのが周りにまあビュン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 って飛んで、それがなんかレーザー出したりとかするっていう、まあ、その賢者っていうのが新しい職で追加されます。これはねバリアジョブです。なんで FF14 はヒーラーが4、タンクが4になるわけですね。うん、だからこれもすごい楽しみにしてる人はいると思います。はい。でそして次 DPS ロールです。で DPS ロールっていうのはまあね、 DPS ってなんだろうって思う人もいるかもしれないんですけど、DPS って簡単に言っちゃうと、まあ、火力ですね。火力というかアタッカー係、火力職とか呼ばれるのかな。基本的には近接物理と遠隔物理がいます。例えばこのファイターで言うと格闘士、これ文句なんですけど、文句は近接 DPS と呼ばれています。そしてこの槍術師、これはね竜騎士になるんですけど、これは竜さんね、これも近接です。でこの弓術師は銀融詩人なんですけど、銀融詩人は遠隔物理 DPS となります。はい。結構この辺はねいろいろ分野が分かれてるんだけど、3つあって、近接物理 DPS、 遠隔物理 DPS、 あと遠隔魔法 DPS っていう3つのねロールがあります。ここら辺も8人パーティー組むとねだいぶね分かれていたりする。近接2、遠隔1、魔法1みたいな感じになったりするかな、この配分だと。なんで結構この辺もね割と増えている。あと基本的にパッケージによって DPS って1増えるんですよ。だから今だと多分この倍ぐらいいますね。侍もいれば、そうだよね、貴公子もいれば踊り子もいるし、侍もいるし、なんなら赤魔道士もいるしね、次はリーパーが来るからね。そうそう、近接は命令、遠隔物理はレンジ、そう遠隔魔法がキャスター、だから命令レンジキャスターって呼ばれたりする。そうで、僕がさっき言った侍、貴公子、踊り子、赤魔道士はまたさっきのね暗黒騎士と同じでちょっとエクストラクラスみたいな感じで初期では選べないよっていう。あ、そう、忍者もありますね。そう、忍者もあります。忍者も一応初期では選べないかな。うん、忍者もありますね。そうそうそう、僕は昔忍者がメインではあったんですけど、そうたくさんあります。で僕はねDPS はすごい大好きなんで、何でもやります、何でもやりますファイターやることもあればね、ソーサラーすることもあるしっていう。僕は今赤魔道士使ってますけどね、1年くらい前はね踊り子使ってたりとかしてたし、そう、それこそ昔忍者やってたりとか召喚やってたりとか。そうそうそう、双剣士っていうのはね結構特殊なジョブでね、ちょっとなんかこの辺とはねまた違うんだよね。拡張パッケージで増えた感じではなくて、ただのパッチで増えているので。なんで忍者はね結構簡単にできます。例えばこのリムサロミンサっていう都市があるんだけど、このリムサロミンサに行くと忍者はね割とすぐ双剣士ができます。なので忍者やりたい人は、まあ、とりあえずこの辺の符術師とか破術師選んでレベル20になった瞬間からできるっていう。
あと結構レベル20に関しては多分 3,4 時間やってればね、もう20にはなるので、もう忍者やりたいなっていう人はもう、まあ何でもいいから適当に選んで忍者になるといいかな。うん、忍者はすごい楽しいですよ。なんかカトンの術とかライトンの術とか、まあ、そういうなんか術を使って戦うんですけど、まあ、忍者は近接ですね。はい。で、今だと近接物理が、文句、竜騎士、忍者、侍がいて、で、次の拡張パッケージではリーパーっていうジョブが追加されます。なので、5人いるわけですね、近接が。近接5人と、あと遠隔物理が銀融詩人と貴公子、あと踊り子っていう3つのジョブがいて、で次にキャスターが黒魔道士、あとは召喚士、赤魔道士っていう3つのジョブがある。うん、で青魔道士っていうのも一応あるんだけど、これはあのリミテッドジョブって呼ばれてて、まあ普通のコンテンツにはね参加ができないんだよね。まあなんて言うんだろうな、なんかお楽しみ用というか青魔はね普通のジョブじゃないんですよ。なんかだからそれで霊式に挑戦したりとかするわけではなくて、まあ割とそのソロでやったりとか、なんかこう楽しく遊ぶ用というか、まあなんか楽しいコンテンツ向けっていう感じですね。なんで青魔同士はねジョブなんですけど、ジョブには含まれていないというか、うーん、なんでジョブちょっとね違うんですよ。特殊なんですね。遊べるジョブっていう感じです。でまあどうしようかな、シエピ竜騎士やってたっていうから、じゃあ竜さんにしよっか、操術師にしてみましょう。まあ、これもね本当にもう適当でもいいと思います。あのちょっとね、あやってみてちょっと違うなって思ったらまたすぐに違うジョブにできるので、まあ、とりあえずサクッとね選んでみてやってみるのが一番いいかな。うん。ちなみに僕が思うおすすめジョブなんですけど、あのタンクの場合だったら僕はね割とナイトがおすすめかなってナイトがおすすめ。あの剣術師っていう剣と盾を使ったあのタンクなんですけど、まあ、何が言ってもだって次の拡張コンテンツ拡張パッケージはナイトが主人公ですからね。行月のフィナーレはナイトが主人公なんですよ。なのでぜひね、あのもしこれからタンクやりたいよという方はですね、ナイト使ってみてください。多分めちゃくちゃかっこよくなります。そう、新パッチの主人公ジョブなんでね。なんでね、タンクでもナイトすごいかっこいいからね、本当にもう今だったらもうピカピカするし、そう魔法も打てるしみたいな、割とホーリーなんて言うんだろうな、ナイトっていう名の魔法を使えるタンク職に近いかな。そう、結構かっこいい。そうナイトはねかっこいいですよ。そして DPS なんですけど、近接に関しては最近だとやっぱり、まあ、デューさん、僕結構デュー騎士を押すんだよな。デュー騎士が一番その近接を学べる気がするんだよ僕。なんか文句はなんかちょっと忙しいというか、そういうイメージがあって、僕やっぱ結構いろんな人にはねやっぱデュー騎士をおすすめするかな。一番なんかこう近接を学べるんじゃないかなって思う。まあ、あとはやっぱりその竜騎士ってかっこいいもんな竜騎士ってさかっこいいじゃん。もうジャンプとか使ってさね、敵を攻撃できたりするし。そう、文句はね結構コンボがね忙しいんだよね。あの横行って後ろ行って、横行って横行って、後ろ行って横行って、後ろ行ってみたいな、そういうのが結構あるから、なんか最初にやったら結構難しいんじゃないかなって思う。うん、まあどれもやっぱ難しいんだよ、極めようとすれば。竜騎士だって極めようとするとめっちゃ難しいし、そうそう、あとねどのジョブがどれぐらい火力出せるかっていうのが結構あったりもするから、まあこれもね結構パッチによってその今流行ってるジョブっていうのは変わったりするんですよ。例えば竜さんってすごい不遇な時期がねやっぱりあったんですよ。竜さんってまあそういう時期もあったし、竜さん強い時期もあったし、なんか見たいろいろやっぱある。ナイトだってすごいナイト弱かった時代もねあったんですよ。もうこんなんガンブレと暗黒一択でしょみたいな。結構ねジョブによってその不得意得意があるんですよね。例えばナイトはまあ割とナイト今何でも結構できるんだけど、あの結構火力がね
ナイトはその他のジョブに比べて出ないとか、そうタンクの中でもナイトは結構その硬いのが取り柄で、結構そのね火力が出ないとか、まあ、結構ある。ガンブレイカーはその火力は出るとか、ただそういうのは結構いっぱいある、やっぱりジョブによって。うん、そうそうそう。でも最近は結構そのなんて言うんだろう、こういうのってすぐパッチが入ってその調整されるんですよね、そのチェックが。なんで例えばこうちょっと落ち込んでるジョブがいたら修正入ってめちゃくちゃ強くなったりとか、まあ、あとやっぱり何がわからないって、僕たちも 2週間後には新しい拡張パッケージが来るんですよ。だから今ここでナイトは弱いとかナイトは強いとか話はねマジで無駄なんだよね。わかんないのよ僕たちも、正直2週間後になってみないと。そうだからこんだけ文句がね、実は忙しいよとかって言ってるけど、マジで簡単になっちゃう可能性もあるんだよね、文句。そうだから新しいアクションでどうなるかっていうのはね、正直僕たちにもわからないので、本当に僕ここでね1時間会話してもね結構無駄になるっていう感じ。うん、マジでわからんから、本当に突然なんかこのジョブが強くなったりとかするから、次の2週間後にね。そうそうそう、なんで本当にみんなの好きなジョブをね使ってみるといいですよ、本当に。なんかこうトレーラーとかもあるので、で例えば召喚師ってね、イフリートを召喚したりとか、フェニックス召喚したり、バハムート召喚したりするんですよ。だからなんかそういうなんかバハムート召喚したり、こう派手に戦いたい人はね召喚師にしたりとか、あと貴公子とかはロボをね刺激できる、ロボ召喚したりとかね、結構いろんなねかっこいい要素がねいっぱいできたりするし。そうそう、侍とかはねやっぱりモーションかっこいいしね、彼岸花とかね、ババババババンとかみたいな、なんかこうルロケン的なかっこよさだってあるしさ。うん、めちゃくちゃねそのジョブによってかっこいい。だから本当にもう好きなジョブをねやってみたらいいと思う。あと場所によってねサポートジョブだったりとかもする時もあるからさ。そうそう、侍っていうのはピュア DPS って呼ばれてて、パーティーのそのなんていうの、支援効果がない代わりにその火力がちょっと多いとか、そういうのは結構ある。うん、支援ジョブとかねあったりするかな。で踊り子とかはサポート能力が低く高い割にその自分のその火力はちょっと弱めだったりとか、まあ、そういうのは結構あるかな。まあ、この辺はちょっとまたね今度次回のジョブについてみたいな、そういう会議で話せればいいかなと思っております。なので皆さん好きなねちょっと気になったものをやればいいかなと思いますよ。うん、で遠隔のね物理 DPS に関しては銀融詩人しか今のところ選べないので、ぜひね遠隔 DPS をやりたい人は銀融詩人を最初選んでくださいね。で遠隔魔法、これ結構難しいですよね。召喚師と黒魔道士と召喚と黒魔があるんですけど、いやーこれ結構難しいよ。黒魔かな。まあ僕はね割と召喚好きなんで召喚をおすすめしたいんだけど、ペットジョブを最初におすすめするのはどうなのかっていう話なので、黒魔道士をおすすめしときます一応。そう、僕はね結構黒ね苦手なんよ本当に。でもね黒はね極めればマジで火力やばい。そう、でも最初は黒魔めっちゃ簡単じゃない？そのレベル80になった時の黒魔は正直難しいと思うんだけど、レベル70くらいまでだったらマジで多分簡単だと思うんだよね。そう、最初は簡単なのよ。だからそのキャスターという栄翔をなれるんだったら黒魔でもいいかなって思う。うん、栄翔についてね学べるっていう。そうなんでね、皆さんちょっと黒魔やってみてください。難しいけど慣れるとめちゃくちゃ楽しいと思うしね。召喚はね今やっちゃうとね技が変わります。突然技が変わります。2週間後に技が変わります。なんで今ここでやるとなんだお前ってなる。新しい新人の子が入ってきますからね、これ突然2週間後に。あれ
この間僕はドットを撒いていたはずなのになんだお前ってなるから、正直僕はね召喚は今やるべきじゃない気がするんだよな、正直言うと。だって多分全部変わると思うから、なのでちょっと怖いです。そう、誰をその子になる。なんでもしね、あのキャスターやりたい人はね、あの黒魔道士やってみたりとか、あと僕のねやっている赤魔道士っていうジョブもね結構おすすめなので、そうそう、ただ初期にはね選べないんですよ、赤魔道士は。なのでちょっと赤魔やりたいなっていう方は頑張ってレベル50か60ぐらいまで上げて、赤魔道士はね、グレンのリベレーターなので、60レベルまで上げないと多分できんかな？確かね。そうだよね。グレンのリベレーターは追加上、そうだよね。60まで、50まで上げればいいのか。あ、そっかそっか。50まで上げて60、70までするのか。思い出したわ。そうだわ。ディープダンジョンでやった思い出あるもんな。そっか。じゃあ50までいけば、なれます。グレンをね、ぜひ、買ってください。やりたい方は。まあ、今回は、じゃあ、竜騎士選びましょうかね。よいしょ。そうですね。ワールドの話しないといけないですね。ちょっとお水飲ませてください。これでも、はしょりまくってるんですよ。はしょりまくってるんですよ。本当はもっと詳しく話したいんですよ。まあこれでもまたね、ちょっとめんどくさいのが来ましたね。ワールドっていうものがあるんです。何かっていうと、まあこのワールドってね、いろいろありますけど、これだけじゃなくて、この世界には、まず、これね、一回戻るか。いや、あれだな、あれをテキスト出せばいいのか。ここがね、マジでややこしい。ここミスるとね、もうね、終わっちゃうからね。ここをミスると友達とできなくなるから。ここマジでちゃんと選んでほしい。DC、そう、DC からまずね、説明をしなきゃいけないんだけど、見えるかな？よいしょ。FF14 はいいぞって書いてありますね。はい。で、こちら。まずね、2つのね、ものがあります。まずデータセンターなるものがありまして、データセンター。まあ、そしてその下にサーバーがあるんですけど、まずこのデータセンター、日本では3つのね、分類になってます。ガイアデータセンター。あとはマナデータセンター。そして、エレメンタルデータセンターっていう3つのね、データセンターがあります。これね。で、まずね、この中から選ばないといけない。で、友達と、まずやりたい人はですね、友達のデータセンターに行くようにしてください。例えば、友達がガイアでやってるよって言うんだったら、ガイアのデータセンターを最初にね、選んでほしいかな。そう。ちなみに僕は今ガイアの一番最初配信した時はガイアにいたんだけど、今マナにいます。結構ねお金払えばどこでも飛べます。だからまたガイアに戻る時もあるかもしれない。でここ結構いろんな派閥があってだな、これ言っていいのかわからないけど、そのまあいいか、VTuber がすごい好きで、VTuber 大好きっていう人は結構ガイアにいます。ガイアね。だから、割とその、なんて言うんだろうな、VTuber 大好きで、その、VTuber の、その、配信に参加したい、ね、大手のね、VTuber に参加したいっていう人は、ここおすすめ、ガイア。ね、VTuber 結構います。割と。僕もそれで最初行きました。おすすめです。で、マナにも結構 VTuber はいるんですけど、まあ、なんて言うんだろう。マナにはね、割と、地形が多いな。その、マナはね、人が多いです。まあ今どこも多いんだけど、一番その、
人気だと思われるチョコボサバっていうサーバーがあって、チョコボ神竜っていうサーバーがあるんですけど、そこがねめちゃくちゃ人が多いんですよ。なんで人が多いかな、やっぱり顔、あ、人顔が、顔がいいは違うな、人が多い、うん、いろんな人がいる、まあ、いろんな有名人もおります、ここにも結構、まあどこにもいますけどね、いろんな、まあ、人が多いですね。そうなので、ファイナルファンタジー14の最先端を知りたいとか、まあ、普通に人が多いとこ行きたいなって思う方は、まあ、マナに行ってみるのもいいかもしれません。本当に人が多い、マナは。うん。そう、最近はね、マジでどこにでも人が多いんだけど、結構人間っていうのは情報で左右されるんですよ。で、やっぱりこう、調べるじゃないですか。そうなってくると、昔のなんかそういう記事とかで、やっぱり、チョコボサバがとか、神竜がとか言ってる人たちは絶対いるんですよね。なので、そこでこう、ああそれだったらじゃあマナに行こっかなっていう人は結構多いと思う。だからそれで結局マナに集まってくるみたいな。でエレメンタルはその結構外国の方がね実はね多いんですよ。外国の方がね結構いる、エレメンタルは。そのトンベリサーバーっていうあのサーバーがあって、そこすんごい外国の方がねいるんですよ。そうそうそう、だからこれがね結構、まあ、ただ外国の方しかいないというわけでもなくて、まあそもそもあのね、あの JP のサーバーなので、あの日本人もめちゃくちゃいます。うん、普通にいます。だからまあ何て言うんだろうな、すごいためになります。本当にいろんな交流ができます。交流ができるって書いてあるのにな。うん、そう、何て言うんだろう、 MMOなんだけど、そのなんか世界とさ交信できる MMO って多分あんまないと思うんだよ。本当にファイナルファンタジー14ぐらいなんじゃないかなって思うぐらい世界交流できるのよ、この FF14 って。それがねエレメンタルはねできる。うん、で僕が今いるのは このマナなんだけど、結構ここ行き来してますこのマナとガイアを行き来してます。昔は僕エレメンタルにいたこともあったんですけどね。うん、割と今はマナであの遊んでるし、でもしかしたらガイアに帰るかもしれないし、で結構行き来してますね。まあ、これもね2000円払えばあの行き来はできるんですけど、そう、いや僕はね昔エレメンタルにいたんだけど、僕もエレメンタルに友達いなくなっちゃったんで、なんかエレメンタルに帰る意味がなくなっちゃったんですよね。ちなみにうちの弟はエレメンタルですよ今自分の FC というあのお家を守ってます、僕の弟は。だからここ弟がいます、書いとくか。エレメンタルには弟がいます。はい、でまあここでまずね聞いてください、あのやりたい人、データセンター友達に聞いてください。どのデータセンターにいるのっつって、で私は今ガイアだよって言うんだったらガイアに行ってください。でマナだよっていう人はマナで行ってください。で友達はいないんだよっていう人はですね、なんか推しの VTuber さんがどこにいるか、もしかしたらね配信に載っけてるかもしれないので、あのそれ見て行ってください。ちなみに基本的にはガイアにいますただ僕自身あのホロライブのお姉さん方がどこのデータセンターにいるかっていうのは正直ちょっとよくわからないので、わかんないです本当に。そうなんですよね。ただ僕は結構マナとガイアは行き来しているので、まあ今はマナにいます今はね。だけど本当にガイアに行くこともあるので、ちょっとね、あの、みやびくんがマナにいるからマナに行こうかなっていう時にガイアに戻ったりするから、おすすめはガイアかな。うん。ガイアなら、いろんな VTuber と遊べるから楽しいと思う。そう。まあ、マナにも VTuber はいるんだよ。マナにはね。で、エレメンタルにもいるはず。なんだけど、結構いろんな人がいるなって思うのは僕はガイアかなって思うかな。うん。ガイアはいいところですよ。うん。
で、まあ今ちょっとマナーになってるんですけど、ここがね、これで今回はちょっとマナーにちょっとやってみましょうか。で今ね、こうやってサーバーっていう、今度はサーバーですね、マナーの中にサーバーというものがね何個かある、多分8個ぐらいあるのかな。マナー、データセンターの中にね8個ぐらいサーバーというものがありまして、まあ、何かっていうと、これはあれですね、データセンターがね、日本で例えるとガイアは札幌だとして、ガイアは北海道なんですよ。で待って、北海道が加県、北海道で、マナが、まあ、東京だとして、エレメンタルが大阪ね。まあ、こんな感じなのよね。うん、こんな感じなので、ガイアはガイアの人としか遊べないんだよ。でマナはマナの人としか遊べないの。そうだから北海道と東京の人とはね遊べないんだよね。で東京と大阪の人とは遊べないのよ。そこら辺が結構ね、皆さん気をつけてください、本当に。だからマナとガイアの人はね遊べない。ただこれもね、今後データセンター統合っていうね話があって、すごいことですよねこれ。データセンター統合っていうか、データ間テレポっていうのがあって、今後 6.1 っていうパッチ、多分いつ来るか分かんないんだけど、多分来年かな、来年の3月か4月ぐらいには来ると思うんだけど、来年の3月か4月にそうデータセンターテレポっていうのがあって、このガイアにいるキャラクターをマナのね世界に遊びに行くことができるんだよね。そうだから半年後にはもうこの壁がなくなります、このデータセンターっていう壁が。だから本当に全ての人に会うことができる、一緒に遊ぶことができるっていう、これはねめちゃくちゃすごいですよ。 MMO ではほとんどやってない、ほとんどって言ったらほぼゼロに等しい。これは全ての人と遊べるサーバーというものがあって、うん、そう、これがすごい。だから今までね、こう私マナなんだとか私ガイアなんだとかでこう一緒に遊べなかった人たちもいると思うんですよね。マナの人はマナの人としか遊べないっていう、なんだけど今回はね頑張ってくれて、まあ、半年後なんですけど遊ぶことができる。そうすればもう誰とでも会えるわけですよ、どこにどこかに作ろうがね。例えばエレメンタルで弟にも会える、僕また5年ぶりだねっつって家守っててくれたんだっつって弟に会うこともできるし、なんならガイアの VTuber さんと遊ぶことだってできるしみたいな、いろんなところのね飛べます。これがすごい。なので皆さん、まずここはね半年までちょっとまだ時間はあるんで、ここは間違えないようにしてくださいね。はい、友達に聞いたりとか、あとは推しの VTuber さん調べたりとかして、ここは決めてください。でもしねガイアをマナとかエレメンタルで、今回はじゃあマナなのでマナにしましょうってなった時に、次はねサーバーがねマナの中にあります。まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、関東地区みたいなものですね。千葉、茨城、東京、埼玉、群馬、神奈川、みたいな大丈夫かこれ、一個抜けてない、平気、栃木抜けたわ、栃木、まあ、こんな感じ。そうサーバーがありまして、この人たちとは遊べます。うん、茨城、そう、その例なら DC が地方でサバが都道府県じゃない、それはそう。いやでもほら地方だと会えちゃうから、とりあえずなんか簡単に言うと3つに分けたかったのよね。そうまあなんだけど、そのサーバーを例えばマナ東京の関東地方、関東の方がいいな、これ東京というよりかは。関東と、こっちなんだろう、こっちなんて言えばいい、
九州、四国、本州、九州の方がいいか、近畿、関西にしようか。関西で、北海道は北海道でいいか。北海道は北海道じゃダメだわ。まあいっか北海道でも札幌とあれだと遠いもんな。じゃあこんな感じで、うん、まあこんな感じになってますと。東北でもありだね。でこのサーバーの人たちとは遊べるようになります、なってます、普通にもうデータ、サーバーテレポっていうのがあって、千葉から茨城に行くこともできれば、千葉から東京に行くこともできます。で千葉から埼玉に行くこともできます。なのでこの辺はどのね好きな都道府県選んでも大丈夫なように一応なってます。ただただ別にそれが全てではなくて、できるんだったら同じ町、場所にしてください。なぜかっていうと、例えばそうだな、一緒のねギルド、一緒のギルドに入りたいってなると同じサーバーじゃないと入れなかったりとかね、結構なんて言うんだろう、ちょっとめんどくさいところがあるので、そう少しだけ制限がある、うん、ただ普通に友達になったりとかトレードしたりとかはできるんですけど、あと一緒に冒険に行ったりとかね、ただちょっとこう別れちゃうとねちょっとめんどくさいところがあるので、もし友達と一緒にやりたいって言うんだったら同じとこにしてください。うん、まあこんな感じかな。でこちらですね、今ね作れる場所が、まあ、7個ぐらいあるんですけど、まあ今ね作れないワールドっていうのがあるんですよ。このアスラとか、あとアニマ、あとマサムネサバっていうところには今作れませんね。まあ、なぜかっていうと、これは運営さんが均等化してるんですね、人を。例えばこのチョコボっていうサーバーが今めちゃくちゃ人がいたとしよう。でそうなった時にやっぱオンラインゲームだしね、人が多いところにやっぱ行きたくなるじゃないですか。なんでここにみんなチョコボの人がチョコボにみんな行っちゃうと、それ以外がさ人がいなくなっちゃうじゃない。だからその時間によって、だから例えば12時15時18時みたいな感じで時間によってね制限しています。あとは結構そのめちゃくちゃ人がいるところはもう常時入れなかったりとか。でも今チョコボ行けますね、これすごいですね、これすごいですよ、これチョコボ行けますからね、今チョコボと神竜行けますからね、めちゃくちゃすごい。じゃあ今回神竜に作ってみますか。神竜はね僕結構好きです。はい、神竜サバの神竜はね、割とマナだと有名なのはやっぱバハとかチョコボ神竜かな。うん、神竜はね、PS4 のサービスが開発された時に新しくできたサーバーなのよ。だから割とその PS4 民というか、プレイステーションでやっている人たちが結構多いんだよね。そのおかげですごい人気になって、今ではチョコボ神竜と二大都市になっているっていう感じ。じゃあ、影山支援って名前つけるか。支援。影山。これどうする？人同じやつがいたらどうしようね、これね。ごめん、影山支援。同じ名前はつけれんからな。つけれんからな。どうする？これ同じ名前がいますって言ったら影山支援しかいないでしょ。いや、これちょっと、違う名前にしとこっか。シエピかわいそうだもんな。みやびさん今から行きますよっつって、マナに作りますよっつってさ、そう影山支援で作ったらもうその名前は使われていますってなるからかわいそうなんで、ピエンとかにしていきましょう。影山支援にしとこう。影山支援にしとこう。これでいきましょうね。多分ダガーとかはね、そう影山ピエンだね、影山ピエン。まあこれ後で消すんで、あまり大丈夫です。そう消したキャラはねすぐ名前使えるんでね、後で消します。これは影山ピエン。まあこんな感じでサクッと作ることができると。
影山は苦行結構混んでますね。この時間でサーバー混み合ってるんだ。これはねあれですよ、今10人待ちですけど、アップデート日とかだと2000人待ちになったりします。某夢の国もびっくり、2000人待ち。5分間ぐらいずっとこのここのねフェーズで待つことがね多々ありますね。ただ10人だったらすぐ入れるかな。そうそうそう、日曜日のね10時だからね、今一番人が多い時期ではある。うん、9000人待ち。まあこれはね僕ちょっと飛ばしますね。フリートライアルとかで一応見れるので、これねちゃんと見てくださいね皆さんはね。オープニングなんで、まあ、こんな感じになりますと、まあ、いっぱいありますが、僕はもうやったことがあるので。影山ピエンです、どうも。あ、いいじゃん影山ピエン、いいですね影山ピエン。おお、まあこういう感じですよね。まあこうやって無事ねキャラクターをね作ることがねできました、サクッと。これも今後ね後で話そう、このどうやってクエストをねするかみたいなのは後で話そう。ちょっとここからも長いからね。あと基本的にこの How to というねものがあるんですよ、これ。まあ迷ったらねこれ見てください。まあクエスト何ですかこれみたいなのが全部入ってます。うん、基本的にはこのメインクエストマークっていうのがあるんだけど、これを沿っていけばメインクエストがねできるようになっている。困った時は。おー、なんか久々な気がするね。まだねなんで人がねいないじゃないですか。なんか NPC しかいなくない、本当にこのゲーム本当に流行ってるのって思う方もいるかもしれませんが、あの最初だけは人がいなくなってます。なので安心してください。このクエストが終わったら多分めちゃくちゃ人来ます。でね、ミューネさんに話しかけまして、そう、最初はね、いなくなってるんですよね。あと、FF14 ストーリーめちゃくちゃ面白いので、本当に飛ばさないで見てほしい。マジで面白いからね。泣くから普通に漆黒とか。で、まだね。普通に泣いちゃう。オッケー。そう、漆黒はねマジで泣くよ本当に。なんなら僕やっぱ蒼天も好きなんだけど、蒼天も泣くしね、配信者大体泣くから。あの影山支援も絶賛。あ、来た来た来た、いっぱい人いる。ほらようやくかな、これでね人が見えるようになりましたね。そう、まあ、こんな風に、ちょっと僕今、PC が激重かもしれん。だからちょっとあれなんだけど、うわ、待って、なんかめちゃくちゃ多くない？思ってたより多いんだけど。パンデモより多いじゃん。ここがね、エーテライトですね。わー、多いなー。めちゃくちゃ人いるなー。すごいなー。いっぱいいる。ほら、見えるかな。神獣すごいね。僕、割と初めて来たからけど、やっぱ人多いんだな、この時間。にぎわってるよ。でも、ただ、多分今やることないと思うから、みんな。多分今ね、みんなね、あれよ。チェストの中捨てたりとか、金策したりとか、マジでそれぐらいだよ、本当に。本当にそうだと思う。何してるっつったら、いや、何もしてないよ、つって。そう、拡張前だから、みんなね、自分のね、バッグの整理したりね、金策してると思うわ、これみんな、みんな。そう、やり残したことはないかと、マウント集めしたりとかね、やってると思うわ。そう。エウレカやマテリア稼ぎ。そうそうそう、そうだよね。ちなみに、本当は19日にね、アーリーアクセスがあったんですけど、
まあその日はちょっと延長になってしまったんだけど、僕はね休みを取ってました。休みを取ってました。僕19日休みを取ってたんですけど、何もなくなって悲しい19日を終えました。うん、なんでね、はい、これはエーテライトと言います。エーテライトっていうのは簡単に言うとテレポでができます。触ってみましょう。触ってみます。エーテライトをトゥルン、まあ、これでね自分が力尽きた時にエーテライトにね飛ばされることもできれば、ここに戻ってきたりとかテレポがすることができる。とても大事。ちなみにエーテライトっていうのは飛ぶ時にお金がかかるんですけど、お気に入り登録にしておくとねちょっと安くなります。なんでお気に入り登録にしておきましょう。そう、好きなね。でなんだっけ、何するんだっけ。あー、はいはいはい、向こう行けってな。そう、半額になります。なんで基本的に使うところ、まあ僕はあまりそのグリタニアとかは、まあ、使うけどね、割と新しい街の方に行っちゃったりとかするから、まあそういう時はね外したりとかして。え、ここがマーケットっていうとこですね。ここでアイテムを買うことができる。ここね、これマーケットボード。こうやって例えばさっきのね髪型見てみよっか。髪型、じゃあどうしよっかな。こないだ新しくあの出た髪型欲しいなみたいなのは、これどこだっけ、髪型ってどこだっけ。雑貨だったかな。雑貨だよね。髪型はこの辺のどっかにありますね、きっと。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、あんまり髪型はねあんまり自分で買わないんですよね。バードね、これチョコボ用のやつだ。この辺だな多分。この辺、これだ、ヘアカタログ、これだ。こうやってヘアカタログはね買うことができる。今だったら 9S とかね、あの 2B っていうニアオートマタコラボで使える髪型がね増えてます。 9S と 2B 安っ。500ギル。今の僕は103ギルしか持ってないから買えないけど、神竜はね人が多いからこそ安いんだよ、物価が。やっぱり、うん、人が多いとこってやっぱ安いんだよね。こうみんなが一斉にやっぱりその流すから、だからこうめちゃくちゃ安くなるんだけど、お高いやつだとこの編み込みカチューシャとか高いんじゃないの。8万5000円で、まあ、これでも安いよ、めちゃくちゃ安い。普通に買えちゃうもんだって。もっとや高いのあんのかな。これエウレカなんだよな、編み込みカチューシャは。3万、あー28万。これはあれか、あの柱だからか。レジェンド8万、アシンメトリー19万。まあね結構お高いのは結構高いですね。19万とか18万する。もうねこれバルタンとか99万ギル100万ギルとかするからね。まあなんで高いかっていうと、それほどやっぱり入手難易度が低いものっていう。 9S とか 2B はこれ行けば手に入るから安いんですね。だからこの辺とかもまあギルでお金稼げばすぐに手に入るよっていう感じだったりとか、結構いろいろありますね。そう、武器買ったりとかもできる。今な新しい武器欲しいなって思ってこう武器をねこう買うじゃないですか。こうあーみたいな、これ買おうみたいな、 HQ の武器買うかみたいな、そういうこともできるし、そう防具も買えるから。そうそう、例えそう、サーバーごとにプレイヤーのね傾向違ったりするんだけど、だいたい人が多いところは人が多いがゆえにね、その人が出した出品よりも低いもので出したくなるから、どんどん安くなるんだよね、物価が。だからチョコボ神竜に関してはねマジで安くなる、新しいものでもみんな出すから。まあこんな感じかな。こないだね一応説明したからね。これもエーテライトです。一応ちっちゃいやつ。これは都市内エーテライトといって、都市の中で自由にね、
エーテライトで飛ぶことができる。例えばさっき言ったエーテライトプラザにもこうやってピョンって、これは無料です。こうやって飛ぶことができますね。うん、まあなんで皆さん、最初はね、このエーテライトをまず触ることから始めてください。いろんなとこにあるんで、だいたい6個か7個ぐらいあるから、まあ全部をね解放してくださいね。まあこんな感じですね。もう割と話すことは終わった、もうあとはもうみんな やってくれた方が早い。次回からはなんかいろんなジョブとかそのものをね見ながら、まあどのジョブをやった方がいいんだろうみたいなのから始めた方がいいかな。うん、はい。では今日はね、皆さんこの辺で終わりたいと思います。本当はもうちょっと資料を用意してやりたかったんですけど、なかなか時間がなかったせいでちょっと資料作りがねすることができなかったっていうのがちょっと残念ですね。まあなので次回からはちゃんと資料を作ってやりたいと思います。ぜひ皆さん、ファイナルファンタジー14ね、今から始めても全然遅くないので、ぜひね、フリートライアルっていう無料の、無料でできる、60レベルまで無料でできるフリートライアルというものがありますので、ぜひね、やってみてください。で、スペックに関しても、今の FF14 って、割と5、6年くらい前のスペックでもね、全然できるんですよ。本当に。マジでできる。だから、結構今の方たちはね、普通にね、スペックはレベルは平気だと思うので、そうそうそう。でもしね、ちょっと PC スペックが難しいなっていう方はですね、PlayStation 4とかでもやってる人たちはいっぱいいるので、ぜひね、やってみてください。はい。まあ、そんな感じかな。めちゃくちゃ楽しいから、ぜひやってみようね。うん。ということで、最初の回はですね、まあ、キャラクターを作ってみようという、そうそう、キャラクターを作ってみようという配信でした。次回は、なんかこう、もうちょっと、もっとゲームをね、ちゃんと始めてみて、やってみようかな。はい。では、さようなら。皆さん、メンバーありがとうございました。ちょっと待ってね。一回戻ろう。よいしょ。一回戻ります。よいしょ。いやー、でもね、めちゃくちゃね楽しみだね。本当に楽しみ。僕、踊り子講座、踊り子解説は僕できるけど、また新しい踊り子来るからね。ベナさん、スーパーチャットありがとうございます。銀南さん、メンバー歴2ヶ月ありがとうございます。これあれか。カオさん、ありがとうございます。ジェリアンさん、なんて言うんだろう、これ。スーパーチャットじゃないけど、ありがとうございます。うん。いや、始めるか悩み中はもうね、始めた方がいいですよ、絶対。本当に。絶対始めた方がいい。マイルストーンっていうのか。迷うなら始めるべき。本当に。今、マジで暑いから、ファイナルファンタジー14は。そうそうそう、無料だし、とりあえずね触れたらいいというのはね正解で、そのなんて言うんだろう、 FF ってそのストーリーに、まあ、ここはちょっとオフとして、あれなんですよね。みんな漆黒が面白い、漆黒が面白いって言ってはいるんだけど、別に漆黒だけが面白いわけじゃないんですよ。別に蒼天も面白いし、グレンも面白いしなんだけど、割とその最初の方、レベル1からレベル50の頃って結構ね、まあオンラインあるあるなんですけど、ちょっとお使いがね多い時がまあある。うん、お使いがね、そうだから、こう、あー、またお使いかーって思う人もやっぱ中にはいるかもしれないし、結構ストーリー的にもね割と王道だから、まあなんて言うんだろうな、その漆黒とかグレンよりなんか濃密じゃない時もあるんだよ。ああ、またこの話ねみたいな。まあやっぱりそのキャラクターがまだ新生の段階って出来上がってないのよ。そうだから結構なんか、みたいな、なんかそこまでなんか泣けるかみたいな結構あったりはするんだけど、そっから
申請が終わったあたりからファイナルファンタジー14は本気出します。マジで申請の終わりのあの争点を争点に入るちょっとぐらいからもう本気出してきます。マジで泣きます。僕も寝れんかったもん、争点始まる瞬間。マジでストーリーどんなんのみたいな。本当に争点泣きます、マジで。うん、だからレベル1からこのレベル50のちょっとぐらいまではちょっとね、あのちょっと飽きたなみたいなんでもちょっと頑張ってもらってやってみてください。本当に泣きます。うん、そう、前振りの段階です。キャラクター紹介です、新生編は。そうだから本当にねやってほしい。でそっからもう怒涛の展開だからね、蒼天やってグレンやってで漆黒でもうダメよ、もう今までのキャラクターのなんか情緒を崩壊してくる。辛いってなる。そう、それぐらいね漆黒はねマジで完成されているんで、そう、なんならもう誰かとそのなんていうんだ、遊ぶことすらもやらなくていいと思う、マジで。オフラインでそうストーリーだけを楽しむっていうこともいいと思うし、そう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 、もうストーリーだけ見たいなっていう人も本当にできるから、友達と遊ばなくてもね。うん、そう、下調べせずにどんどんストーリーやっていけばいいと思う。まあやっぱりちょっとね全部やるには長いんだけど、その長いなりのね楽しみっていうのはあると思うから、まあオフラインっていうか、まあその道中ダンジョン行くときは絶対に人とやらなきゃいけないんだけど、なんかこうオンラインだからチャッね、なんかそのいろんな人と交流しなきゃなっていうのは別にしなくていいと思うし、正直ソロプレイっていうのもすごい楽しいから、ファイナルファンタジー14は。うん、僕もほとんどソロみたいなもんだからな。うん、まあ僕はもう慣れちゃったソロだからさ、一人でね夢の国行けますみたいな、そういうレベルですよね、やっぱり。あ、もう全然一人で余裕ですみたいな。ただねこう分からないっていう人は友達についてったりとか、あとはその誰かの配信見たりとかすると楽しいかもね。そう、ソロという名のあれですから、一人プレイなわけじゃん。ソロオフラインプレイではないですからね、一応オンラインですから。うん、そうですね。ということで、まあ今日はありがとうございました。この後ではですね、メンゲンで23時から、やります。プリンセスと魔法のキス見ますので、うん、よろしくお願いします。ということで、今日はねありがとうございました。本当は1時間でまとめる予定だったんですが、2時間にかかってしまいました。それぐらいちょっと熱量が、ね、それでもまだね全然物足りないので、次回は何しよっかなっていう感じですね。はい、ということで今日はありがとうございました。ぜひ始めてみてください、ファイナルファンタジー14。今日はありがとう、バイバーイ、またね。この後23時から面言もよろしくね、バイバーイ。